はい、こんにちは、こんばんは、タカです。今日は解説の前にお礼を言わせてください。チャンネル登録が5000人を超えてしまいました。登録者の増え方に僕が全然もうついていけてない感じするんですけども、まあ初めはね、初めというかまあ今もそうなんですけども、僕自身のためにね、始めた動画投稿だったんですけども、始めるのは簡単なんですけどもね、継続するのはやっぱり難しくて、こうやって見て聞いてくださってる方がいることで、動画の方をね、投稿を続けることができてるというのはもう紛れもない事実だと思いますんで、そこはもう本当にね、感謝しかありません。いつも見てくださってありがとうございます。僕自身がね、何かをできることというのはもう少ないんですけども、今回ね、直接お礼が言いたくて、生配信の方をね、していこうかと思っています。それで昨日1日アンケートを取ったんですけども、金曜日と土曜日に票が完全に分かれてしまいました。で、まあこういった結果になりましたんで、せっかくですんでどちらもやりたいかなと思います。で、まずは、土曜日ですね、明日、22時ぐらいを、まあ、予定してるんですけども、配信をしてみようかなと思いますんで、ぜひね、お時間ある方は遊びに来てください。ライブに慣れてるわけではないですしね、相場自体も動いてませんのでね、何を話していいかというのもまだ考えてもないんですけども、まあ内容はね、配信中にでもまた決めていきたいと思います。そして次は19日の金曜日ですね、この時はまあ相場も動いてると思いますんで、動いてる相場を見ながらね、また話をしていきたいなと思います。僕自身がねトレードしてるともう集中してしまってね、おそらく生放送とかそういった形はなかなか取れないと思いますんでね、ぜひね、遊びに来ていただければ、そして何でも聞いていただければいいかなと思います。では宣伝はここまでにして、ドル円の方を見ていきたいと思います。まずこちらがドル円の日足に付け足を重ねたチャートになります。昨日の注目は何といってもダウの大崩れですよね。株が大きく崩れています。今週の火曜日、欧州時間に入った頃に少しね株が崩れたタイミングというのが実はあったんですよね。その時はね、まっすぐに持ち直したので、特に大きな動きにはなっていないんですけども、その時にこの為替はドルと円は買われて、5ドルは売られる、そういった流れになったんですよね。なので、まあ、株が崩れた場合ドルも円も買われてしまう形になりますんで、今回見ていくこのドル円というのはね少し分かりづらい感じはありました。今週ずっと円が買われているというのは、動画でも何回も話をさせてもらってますけども、水曜日まではドルは売られてましたんで、ドル円を見ていけばね、当然ドルは売られて円は買われる、つまり大きな円高の流れという形が生まれてきます。ただし昨日に関してはドルも円も買われています。より円の方が買われていたので円高への流れというのは出ていますけども、よくね、ドル円と株を連動するイメージをね持ってる方も多いかと思うんですけども、今回の相場に関してはそこまで大きな連動性というのは感じられません。むしろね、株が連動しているのは、ドルが売られるか買われるか。直近の流れを見ていくと、株が下がるときはドルが買われることが多いので、今週入ってからずっと続いているこの円買いの流れが仮に止まったとして、それでもドルが買われる流れになると、ドルが買われて円が横ばいだったとしても、ドル円に関して言えば円安方向、上への流れが出てくることになります。ただしドル買いが起こっているということは株が下がりやすい。つまりね、相場としては、ドル円が円安方向、上への流れが出たとしても、株が下がるような展開というのが出てくるかもしれません。ドル円と株をね、ある程度結びつけてる方はその辺ね少し注意が必要かと思います。そして今週僕を悩ませているのがこの円の動きですね。リスクのオンオフで見ていくんであれば、当然株が売られた昨日ですね、昨日はリスクオフの流れ、ただし円に関しては今週は頭からずーっと買われている展開になっていますんで、いまいち円がね何を見て買われているのかっていうのがねイメージできないんですけども、その中で僕がチャートを見て思うこと、それはこのあたりの値動きなんですよね。月足で見た時にこの辺りのレートというのはキープできていないんですよね。実体部分で波を見ていくと、こういった波が見えてくるわけですけども、現在はこの高値から下落してきている波が出てるんですけども、何度も上の方に試すんですけども抜けない、今回もそういった動きが出たに過ぎないのかなと。チャートを見ていく時はね、ドルがどうだ、円がどうだ、ユーロがどうだ、ポンドがどうだ、そういったことをいろいろ考えていくんですけども、一旦それらを全部のけて、ドル円だけをシンプルに見ていた場合、この108円を超えたあたりというのは、単純に重いのではないかなと。そしてその流れは今月も継続していたと。であるならば、上を試してダメだったら次は下を試していくんじゃないかというのがね、普通のシナリオになってくるかなと思います。そしてこの流れが崩れるのは、月足が実体で上の方に抜けてきた時。基本的にこの戻り高値というのは安値を更新させた高値ではないので、波を転換させるすごく重要な高値というわけではないんですよね。とても重要な高値はここになりますんで、
注目度としては低い高値になってくるんですけども、ただしこういった上髭がねバンバン出てるところ、こういったところの実態の高値にもなってきますんで、まずはこの109円のミドルですね、ここを月足が実態で上に抜けてくる、そういった動きにならなければ、このあたりというのはねやっぱ戻り売りがとても強いゾーンになってくるんではないかなと。じゃあね、上は重いのは分かった、じゃあ下はどうなんだというところで、今月のこの月足ですよね、先月の実態部分の安値を現在は割り込んでいます。ただしこれ見ているのは月足なんでね、月足が閉じるまでは分かりません。今月まだたくさん日にち残ってますんでね、下の方に一時的に抜けたとしても戻る展開というのもねやっぱり頭には入れておかないといけないかなと思います。じゃあどうなったら戻りやすいかというと、やっぱりこの安値ですよね、この106円の安値、短期足にしろね、ここを割り込むような形になると戻りもやっぱり鈍くなってくると思いますんで、上への流れを見ているブルハにとってはね、この106円の安値というのはザラワでもあまり抜けたくないようなポイントになってくるかなと思います。月足レベルで上を試してダメだったから今度は下への流れという形で、流れが出てきてますんで、下もねサポートされたとしてもね、ツン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 何度も下を試すような動きというのは出てくるかもしれませんね。この急落でロングを掴んでしまっている方もねやっぱりいらっしゃるかと思うんですけども、結果的に反転するような流れになったとしても、下の方何度も何度も振らされるような展開、安値を何度も何度も試すような展開、そういった流れを耐え切ってようやく上の流れが出てくるんではないかなと。もちろんそのまま下に抜ける可能性というのも残ってますんで、ブルハ、買い方にとってはかなりしんどい展開が続くんじゃないかなというふうに思います。実体部分で見た安値はここになりますんで、上昇の流れを見ているブルハにとってはね、こういった流れをどうしてもやっぱりねイメージしてしまいます。そうなってくるとこの押し安値というのは割るわけにはいかないんですよね。逆な言い方をすると、月足がここを割るような形になると、ブルハの完全敗北、このピンクの波が継続する形になりますんで、この106円というのはブルベアの大きな分岐点になってくるんではないかなと思います。最後のシナリオはね、上が重い、下は硬い、そういった上下に挟まれて持ち合いができてしまう、こういったシナリオもまだまだ残ってるかと思います。上のシナリオも下のシナリオも、そして横のシナリオも残ってるということで、ドル円はねすごい月足で見ていると難しい流れだなというふうに感じます。そういった流れを組んで今度は4時間足ですね、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足で大きな大陰線ができています。先週の陽線、これも包んでいますので、完全な包み足、相当上は重いという形になっていますけども、この押し安値をまだ割っているわけではありません。週足で見た実体部分の押し安値、それは106円のミドルあたりを走っていますんで、今週週足というのは今日閉じます。ということは今日の動きがとても重要な動きになってきますよね。今日の終値が106円のミドル、ここをキープできるかどうか、まあ今日1日キープしただけでは安心もできないですけども、まあ今の流れは下の買いがどれだけ強いかを試す相場なんで、このあたりをキープできるかどうかというのはね、常に判断をしていかないといけないかなと思います。そして上値というのはね、これ高値の切り下げというのが綺麗に見えています。そしてこの山の形というのもすごくよく似てますよね、大陽線の後に大陰線、大陽線の後に大陰線、大陽線の後に大陰線、過去2回を見てもすぐに反発の流れというのは出ていませんので、今回も、ここサポートされたとしてもね、簡単に上の流れというのは出てこないんじゃないかなと。まあ、こういった背景を考えてもね、やっぱり下を何度も試すような展開というのがね自然な形かなと思います。ただ難しいのがこれ下を試した後にトレンドが出るかどうかなんで、試したけどもトレンドが出ないとなってくると、僕のようなトレンドフォロー型のトレーダーというのは、こういったところのブレイクを際に順張りで乗っていくことも多いと思いますんで、下を試す動き、試したけどもダメだった、ブレイクしたけどもすぐに戻ってきた、そういった動きになりやすいというのはね、少し頭に入れておいた方がいいかなと思います。まだはっきりわかりませんけどもね、僕はやっぱこのあたりレンジになるんじゃないかなというのをメインシナリオに考えていきたいと思います。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。ドル円を今週入ってずっと陰線、安値を更新して高値を切り下げ、この上昇トレンドの起点となったこういった部分ですね、107円の50銭、ここも日足でしっかりブレイクしてきてますんで、この上昇トレンドというのはもう完全に崩れた形になっています。ということは今見ていく波というのは、この下落トレンド、つまり一時的に戻りの場面があったとしても、どこかで売りということになります。じゃあどういったところが戻り売りとなりやすいかというと、過去に頭を押さえられていたポイント、何かで相場が戻ったとしてもこの107円の後半というのは、戻り売りがしっかり入るポイントになってきますんで、売りのチャンスということになってきます。仮にこういった候補を上に抜きできたとしてもね、まだまだこの下落の波というのは崩れませんので、戻り売りをどこかで狙っていく、この下落トレンドをねよく見ていくと、この上昇波の押し目買いを入れた人たちがね、この辺りにやっぱりいるんですよね。
ということは、ここを抜けてきたとしてもやっぱりこの辺りというのは売りの候補になってくるんじゃないかなと。もうしばらくはね、どこまで戻ったとしても、売りが出やすい形にはなってしまってるかなと思います。今はこれね、反発した時の流れを見ていますけども、実際この波というのはまだ反発していません。今日さらにね、安値を更新して下の方に伸びてくる形というのも全然ありえますんで、まあ過去を見るとね、このあたり、サポートされた形跡というのはありますけども、こういったのを見てロングを狙っていくというのはね、とてもリスクは高いかなと思います。正直僕はね、今週起こっている円買いの流れというのが独特すぎてね、少しエントリーに躊躇してしまうんですけども、今この形で何を狙いますかと聞かれると、ここでショートはやっぱり怖いですんで、戻り売りを狙うかなと思います。正しくは冷やしになりますんでね、戻りが入るということは冷やしで何もか陽線が出ることになりますけども、まあ、その道中をロングで狙っていくにはあまりにもね、相場が弱いかなと思いますんで、ドル円に関してはね、なかなかトレードしづらいなと。まだこの安値もね、どこになるか決まってませんので、まずはね、この下の値段ですね、安値がどこに決まるのかっていうのを見てみたいですね。一旦の下の目処っていうのが見えてこないと、戻りを狙うにしても押し目買いを狙うにしても、少しねトレードの方しづらいんで、まずは冷やしレベルで安値がどこに決まってくるのかっていうのをね、見つけてからトレードの方をねしていくことになるかなと思っています。ただし今日一日でそういった安値を見つけることはできないと思いますんで、ドル円はちょっとトレード、できないかなと思っています。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。この4時間足の波を見ていくともう見事としか言えないですね。一切戻りが入ってないような形になっていますんで、まあ、この流れが崩れない限りはどこかで売りですよね。ただし上位足を見ていくと、この107円割れというのはね、いくつか押し目買いが入りそうなポイントもありますんで、まあ、そういった壁に向けてショートを狙っていくだけの価値があるのかと言われると、まあ、そこまでリスクを負うにはね、だいぶ伸びすぎているかなという気もします。このサイズで見ていくとね、目処となりそうな戻り高値というのが見えてこないんですよね。なのでまあ見ていくにはね、日足の高値、例えばこういったところですね、これ昨日の高値です。ここが一昨日の高値、ここがその前の日の高値ですね。まずはね、こういったところを抜けてこない限りはこの波が継続、例えば反転でロングを狙いたいんであればね、まずはここを抜けてくるのを待たないといけないですね。ただだいぶボラも小さくなってきてますんでね、ここからさらに大きな動きを期待できるかというとそこも難しいような気もしますけどもね。何にせよドル円はこれも安値の目処というのがまず決まってくれないと、その後のトレードというのがちょっとできないですね。特にロングを狙うような場合は、安値がしっかり決まってきて、そして底根圏でしっかり根を固めて、その後その底根圏を上に抜けてくる、まあこういった動きになってこないとなかなかロングは狙っていけないかなと。まあ、そう考えるとね、今日はもうトレードチャンスないんじゃないかなというふうに思ってしまいます。多分ですけどもね、僕はドル円はもう引き続き様子見になってくるんじゃないかなと。よりはっきりした動きが見えてくるまで待つ形になりますかね。はい、というわけで、本当はね大きな動き出ていますんで、よりはっきりとね方向性の方をお話ししたいんですけども、今のところはねもう少し分かりづらい動きになってしまってますんで、もう分からないものは分からないとしか言えない状況になってしまってます。そもそもね、トレンドが崩れた直後というのは、相場が荒れますんでね、このチャートで見ていけばね、この上昇波、このトレンドが、ここで崩れるわけなんで、この崩れた直後というのはね、値が荒れやすかったりしますんで、ボラはありますけどもね、方向感はなかったりしますんで、トレードとしてはすごくやりづらい。上昇波が崩れた後は下降波というような、そういった決まりがあるんであればね、まあ狙いやすかったりもするんですけども、トレンドが崩れた後というのは反対のトレンドが出るとは限らないんで、崩れたあたりで持ち合いを作ったり、騙しの動きが入ったり、そういった動きをすることもやっぱ多いんで、まあそういった分かりにくい難しい動きにわざわざ付き合う必要はないかなというふうに思います。今は分からなくてもずっと相場の方を見ていくとそのうち分かるようになってきますんで、ある程度波がしっかり見えてから、その波に乗っかっていけばいいんじゃないかなと。ドル円はねしばらく我慢我慢の相場が続くんじゃないかなと思いますけども、じれずにね、粘りたいですね。はい、ということでドル円は以上になります。他の通貨に関しては、概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。